タイム。いいっす。ガム君でちょっと休憩してました。やばいな、もう集中力が持たん気がする。これ何ステージ目だろう。よし、何これ。道が3つあって、なんか本がすごいたくさん、図書館ステージみたいな感じになってる。へえ、3つか。どれ入っても一緒だったらいいんやけど、そんなわけないよな、これ。そうやな。俺、そうやな。右利きなんで左行きまーす。あれあれこれは、もしかしてあのパターン？てってでってー。左じゃないんだよな。じゃあ右か真ん中か。俺はちょっとさ、まっすぐに生きていこうっていうさ、そういう信念を持ったマイクラ実況者なんよな。だから右行きまーす。当たったらいいのにな。あ、いけるわ、当たるわ。あなんだそれ。となると思うんですよね。ああ、視聴者さん、悪いけど今の2つのってさ、実は俺のさ、シミュレーションなんよな。多分左入ったらただ穴があるだけ、右に入ったらスイッチ押していきなり床が開くみたいな、そういうファンタスティックなことがあるんよ。やっぱさ、俺はさ、まっすぐに生きてくる、まっすぐに生きることをさ、信条としたまっすぐな男なんよな。だからまっすぐ行く真ん中を通るしかないでしょ。あれ、あれ、なるほどな。要するにここのさ、もうここを開くこと分かったやん。ここを開くやん。開くこと分かっとうけんな。これ飛び越えていけっちゅうわけや。分かったわ、工藤。よいしょ。よし、問題なかった。問題ないわ、工藤。宝箱がある。宝箱だってさ、この、なんつうか。あですよね。なんかそんな気がしとった。多分これは、いわゆる初見殺しステージって言って、種さえ分かれば、もう怖いものなしみたいな感覚か。よいしょ。おーし。でもって、こっち行っちゃダメのパターンか、これ。なんだ。まだ分かれとるし。絶対これなんか、あかんやつやし。あがんでも行ってみたいのが俺やし。って、よう見たらこれは行き止まりか。じゃあこっちやな。
あーなんかすっげえすげえボタンあるんやけど、これどれ押しても飛んでいきそうで怖いもん。こんなとこでいきなりアスレ要素また戻ってこんでもいいと思うんやけどな。よいしょ、あきだ、あれ、あいけるん、まだいけるん、まさにいけたなんだいけるんこれ、いける、これ絶対羊毛だもん。確か確か確か、これアウト、この赤羊毛大丈夫、オッケー。いやなんこれなんかこれ切ってもいいような気がするな、こっちがダミーのような気がするな。行こう、はいセーフよっしゃー、クモの巣行ったら多分遠回りになるだけだと思うな。あまだあるよっ、これ飛び越したらいいんだね。あでもってラスト2択かな、これラストなんこれよいしょ、どうっす、じゃあこっちか、プッツってことはだ、この4つのどれかを押したらあれが開くようになっとったんやな。違う、あ違う、あ違う、あードルマン、じゃあこれ4つのどれかを押したらいけるってことかな、これ、違う、これ、違うな、これは違う、じゃあこれか、あれ、これももしかしてまっすぐ落ちたら、え、生き残った、これ水あるし、そういうことか。ってことはここのやつでこう綺麗にまっすぐ降りて、よし、あれ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 、ほんとこれまっすぐ落ちたらいけるんじゃないかなって思うんやけどな。どうやろうどうやろうどうやろう、あーし、ようやくや、ようやくや、カットしたけどもうこれ10回ぐらいのやけどな。これ一応こっち見とこうか、一応こっち見ておきましょう、見ておきましょう、見て、危ないぞこれ、めっちゃ気になる、もうあそこでゴールやけん、もうここに行く必要ないよな。でもこれめっちゃ気になるな、押したろう、なんとなくそう思っとった、入れ水の中、入れ水の中、惜しいな、またここかって感じですね。あでもこのまま落ちたら綺麗に来るよちょっと転移されてから変に動かすけんダメだったよな。というわけでクリア、ちょっとテクニックはあんまいらんかったけど、ちょっとなかなかじれたかったな、このステージ。なんこれ、暴れん坊のサンタクロースです、宣伝というプレゼントします。この動画は刹那圭介の実況動画です。刹那圭介のチャンネル登録をしたいという方は俺をクリックしてくれ、皆さんのチャンネル登録お待ちしております。ジングルベル、ジングルベル、腰にくる。